どうもすみません、札幌に寨セクシュ相場前頭について喋っていいこうと思います。まあ、ちょっとなかなか外野面っていうかセットアップこの二択かなっていうところ、まあ、もちろんこの二頭も崩れる可能性はあるんですけれどもまあセットアップが逃げ馬なんで、まあ、前走なんか大逃げでしたし大逃げで縦長ということになると差し馬が不利になることがあるんで。 もしガイアメンテがポジション悪くなってその中で縦長になった場合だとガイアメンテが崩れる可能性はあるとかあとはセットアップの方はマークがきつくなったりなんかすると崩れる可能性があるそれは当たり前でまあ人気は本命になってしまったんでそうなってくるとなるべく他の人気場を消さなきゃいけないということでパワーホールなんかはまあ本当の手広くだったら抑えた方がいいんですがまあ多分敵を落ちている可能性が高いなっていうところで 追い切り映像を見た時点ではちょっと不安視があるということで無理くりに消してていってるとううようなところはあります、ね、でまあその数頭には絞ったんですが、まあ、やっぱりキャリアも浅いですしかなり信頼性は低いので、まあ、基本的にはガイアメンテを買うんだったらガイアメンテの副賞か単賞セットアップだったらセットアップの副賞か単賞っていうふうに1頭で買った方がブランチアブなんかなと思いますね。 まワイド生まれん一点で絞るんだったらガヤメンってとセットアップにするかそれかあのまトレミニョンあたりを絡めてっていうのもありとは思うんですがまあただやっぱあのそんなに2頭3頭と信頼性が置けるようなメンバーではないですねそれではまずはババコースレース展開からですババについてはまずうちの方が荒れてきててそれでま逃げ先行馬が すごく不利というわけではないので場合によっては逃げ先行馬有利っていうような展開になったりまあ先週なんかはパパが渋ってましたんで逃げ馬が有利な展開なんかもあったかなというところなんですがまあそれでもうちの方が荒れてきてはいますんで素足が確かな差し追い込み馬もしくは外からまくるような動きができるような差し追い込み馬だったら信頼性は高くなってきてるかなっていうところはありますね。で夜中に 多少雨が降りまして現時点で多分八重もぐらいだと思うんですがまあ晴れで回復したとしてもパンパンの量になることはないので、まあ、多少荒れた八重ぐらいっていうようなイメージで捉えておいた方がいいかなと思いますね。どの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですがまだキャリアが浅いんで客室定まってないんですけれどもマーゴット・ソラーレセットアップウール・ディボヌールパワーホール この辺かなっていうところただウール・デュボヌールに関しては前走一旦逃げたんですが馬が進んでいかかなくて途中からまくられてしまったんですよ、ねまあ一変してる可能性もあるっちゃあるんですがまああんまり逃げのイメージないかもしれないですね。パワーホールあたりは前走逃げてたんですが、まあ、ちょっと出来が落ちてる可能性があるんで行けるかどうかもしくは逃げれたとしても足が続くかどうか微妙かもなっていうところはありますね。 マゴット・とソラーレかセットアップが逃げる可能性が高いと思うんですがマゴット・とソラーレ使っても大きな変化がないというか少し良くなってるぐらいかなと思いますんで意外とこのままスタートさえ出ればダッシュさえつけば逃げる可能性あるんですがでも根本的にスピード能力でいったらセットアップの方が上かなっていうところあとはセットアップ脚力あるんでスタート出ることが多いので。 まあそういった意味ではは基本的には行く気を見せればセッットアップがが逃げる可能性が高いかなと見てます、ねまあそれで平均ペースハイペースでも逃げれるタイプだと思うんですがただばらけて縦長だったんで逃げ先行馬が団子状態でプレッシャーかけ合うような感じだったらあんまりペースが速くなったらどうかなというようなそれぐらいの不安はあるような逃げ馬ですね。 まあでも基本的には逃げ馬がレース展開レースの質を左右することが多いんで、まあ、セットアップがマイペースで逃げれた場合平均ペースでもハイペースでも縦長に持ち込めた場合だと馬場も渋ってて後ろから追い込むような馬差し込むような馬が勝負どころからついていけなくなる可能性があるんですよね。やっぱ馬場が悪いと反応悪くなるような馬出てきやすいんでその場合だとセットアップ有利な展開で後続が潰れる可能性もあるっちゃあるんですけれども。 ちょっと今回に限らず今後競馬を見ていく上で競馬を理解する上で参考になりますんで見てもらいたいんですが前走セットアップが未勝利戦勝ったレースその時セットアップは縦長に持ち込んでいて大逃げでばらけた2番手にいっといてその後団子状態の馬ンができてたっていうような形なんですが僕がよく言ってる通り基本的に競馬ってばらけてるポジションが有利になりがちなんですよね。 でそのばらけてるのが逃げ馬先行馬で逃げ馬と先行馬が有利なばらけてる感じになってて後続の差し追い込み馬たちがです、ね、団子状態になってるわけですよね。要するに後ろから追い上げなきゃいけない不利さがあるさらに団子状態になってて隊列も不利っていうような状態で後ろから競馬してる馬たちはかなり不利な競馬になっててそうなってくると逃げ先行馬で力のある馬たちが断然有利いうで 自分たちの力も出せるっていうような形で着差がつくっていうのは当たり前です,ですから今回も同じような形になる可能性はあるわけでもし縦長ばらける展開で前がばらけてるっていうような感じで後ろで馬群ができてるっていうような状態だったらそこの馬群の中にいずに差し追い込み馬に関しては向こう正面でもどこでもいいんで一旦前に出してばらけてるところに出しちゃう。 そうすれば前を目標に動きやすかったり競馬しやすくなりますんでその辺の対処をジョッキーがするかどうかとかその辺なんかも注目してみた方がいいかなと思いますね。もうとにかく直線まで足をためなきゃいけないっていうようなタイプだと身動き取れないんでそういう馬に関しては例外なんですけれども、まあ、今回のガヤメンテなんかに関しては自分から動いていける馬でもありますし外も回れる馬なので。 もし団子状態でそこの団子状態に付き合うような感じだとジョッキーがミスったっていうような感じになる可能性もありますんで基本的にはあのばらけたところから競馬して動きやすいようなポジションから動いていくっていうような形が理想かなと思いますしまあ今回のメンバーもしかしたらそんなにダッシュがつかない馬が多い可能性もあるっちゃあるんで。 もしかしたらガイアメンテがスタート直後にもう2番手3番手4番手とかその辺の前目のポジション取れてる可能性もあるかなと思いますね。まあセットアップが逃げるんだったらばらけた2番手からガイアメンテが競馬できたらもう理想的でその時点でまあ外野メンテは馬券圏内は硬いっていうような感じになるかもしれないですね。それでは右の方から1頭ずついきます。グランルーチェグラランンルルーーチチェェは ダートの両馬場ででで勝ち上ががっってきたたんですす、まあ、普通に強かったですね、まあ、逃げとか2番手とかそういったような簡単なポジションから競馬したわけではなくて34番手の外からまあ自分から動いていって押し切るっていうような形直線も瞬発力ありましたんで、まあ、ダートかなり上手い馬だなと思いましたし。 まあ今後も新馬戦と同じようなレースができてそのまま成長していけた場合だとかなり期待できるかなと思うんですがまあただやっぱ新馬戦の時って良い意味で余裕があったりなんかしてタメも効きやすかったりあとはそうですね多少正攻法に乗ったとしてもタメも効きやすいとか馬がやっぱふわふわしたり競馬分かってないところがあるんで動かしやすいっていうところもありますんで。 まあ使った後の調整、吸車力だとか、あとはジョッキーがどうかだとか、その辺で今後どうなるかどうかは分からないですね。で、まあ、今回に関しては、まあ、前走はやっぱ多少緩さとか、パンとしてない感じがありましたんで、前走の時点で芝の重症とか使ったらまず厳しいかなというような感じだったんですが、まあ、今回に関しては少し引き締まるとは思います。ただその引き締まるが 悪いい方向にかかないかですねやっぱ2戦目って難しいんで変に作りすぎたり馬が軽くなりすぎちゃうためが効かないっていうような形で2戦目で馬がガクンと落ちることあるんでその辺が心配ですしそれとダートの両馬場でその中でダートがうまかったっていうような走りでもありましたんで例えば足抜きのいいダートとかだと多少硬さがあるんでその分。 バネが必要だだったりだとか芝向きの動きが多少必要になってくることはあるんですがまあそれと比べるとダートの両馬場で走った後で今度芝っていうことなんで芝のスピード競馬あとは勝負どころからの緩急に対応できるかっていう不安はありますね。まあでも馬場が荒れてる渋ってるさらに洋芝ですんで力のいる洋芝なんでその辺に関してはある程度対応できる可能性ありますし。 他の馬たちがですねもう差し足が確実っていうようなそういったような芝で安定するような客室だったらいいんですが前走逃げてたりだとかあとはレース内容的に危うかった馬たちが多いのでそういったような馬たちが崩れるその中でグランルーチェが自分の走りをできた場合、まあ、もしくは思ってたよりも芝問題なかったなっていうような感じだと全然可能性としてはあるかなとは思いますね。地方開口。 開口は、まあ、よく分かんない部分はあるっちゃあるんですがでも前奏芝使ってましたしまあちょっとその芝を使うにしてはパンとしたところが足りないっていうのは、まあ、地方馬だなっていうところはあるっちゃあるんですが、まあ、それでもなんだかんだ言って前奏芝もこなしてましたしまあ一瞬直線も伸びてってまあ内容は悪くないあの。ただやっぱ距離的には 1 0 0 8八に伸びるともうちょっとしっかりとした環境に対応できるような安定性が必要になるということになるとまあちょっとやっぱ他が崩れてくれないとまあでもサス競馬ができる馬ではあるんでまあちょっと今回は勝負どころでついていけないとかそういう可能性はあるっちゃあるんですがまあずぶさはあるとは思うんですが、まあ、落合源太騎士もある程度うまいジョッキーでもありますんでまあ他が崩れれば崩れるほど。 馬券圏圏内に来る確率は少しずつ上がっていいくかなと思例えば落合源太騎士は去年やたらと調子が良くて神がかった騎乗なんかも見かけたんですがまあただ北海道の紋別のジョッキーで上うまいジョッキーが多くて56人が同じぐらいのレベルで。 年によって時期によって流行りがあってその流行ってるジョッキーに有力馬が集まるっていうような感じなんで落合源太騎手が必ずしも一番うまいとかではないんですがまあでも上位56人には入ってるジョッキーでまあそれぐらいのまあ比較的若いので今後期待できるジョッキーですね。マーゴット・ソラーレは前走はばらけてたわけでもない中で逃げてしかもペースもそれなりには流れてましたんで。 内容としてはいい逃げ切りではあったかなと思いますね直線も突き放してでこのタイプはですね使ったらちょっと軽くなるんじゃないかなっていうふうに心配はしてたんですが追い切りを見た感じだと問題なく良い意味での重さですね重厚感があってということはある程度長く足を使ったりだとか底力勝負に持ち込んだりしてもいいところはあるかなと思うんですがまあただ 横にセットアップがいますんでこの馬が行く気見せたら多分スピードでは劣るんじゃないかなと思いますんで逃げさせてもらえるのかで2番手に控えた場合まあばらけていればそれなりの競馬する可能性もあるっちゃあるんですがまあでも瞬発力とかそこまで器用な足を使うっていうようなイメージでもないので。 まあ基本的には控える競馬でも早めみたいな感じのなだれ込みを心がけた方がいいかなと思いますんで、まあ、一本上しではないんですがやっぱり逃げた方が競馬しやすいタイプかなっていうところはあるっちゃありますねセットアップセットアップは今回3戦目なんで、まあ、ちょっと今回の仕上がりに関してはある程度想像がしやすいかなっていうところはありますやっぱり2戦目が一番難しいんで2戦目を終えての3戦目なんで 比較的仕上げやすすいいかなと思いますただやっぱ重症ですんで重症ということで陣営が変に気張って作っちゃったりなんかした場合だとまあ今すごく暑いっていうのもありますしその辺で調整失敗する可能性はあるかなと思いますね。まあそれでこの時期っていうのはまあとにかく逃げてスピードと能力で押し切るとかそういったような競馬が多い時期でまあ別に逃げ切って いい競馬をしようが対して評価は高くならないそういったような時期なんですけれどもただこの馬に関しては逃げながらもレース内容がいいですしまあそれはある程度ペースが流れてる中で逃げて早めっていうような競馬もある程度対応してるっていうところがあるということあとは何より馬体と動きがいいですねバネもいいですしセンスのいい動きもしてるっていうところもあって、まあ、なのでこの馬に関してはもしかしたらうまく調整が効けば 来年のクラシックサツキシあたりでも掲示板争いとかするようなレーン下とかそれぐらいの評価になる可能性もあり得るかなと思いますね、まあ、とにかくバラける展開で逃げさせてもらえてマイペースだったらハイペースであろうが平均ペースであろうが有利に進められる可能性ありますしババが荒れて渋ってて後続も追い上げにくい可能性もあるのでその辺有利に進められる可能性はあると思いますね、まあ、ただちょっと 前が団子状態でプレッシャーかけられたり並走状態になったりなんかしたら苦しくなる可能性もありますしちょっと横山武志騎手がですね迷いのあるなんかその追い込み馬で皐月賞のソウルオリエンスとかあの辺からですね待って追い込むような競馬を心がけたり待つ意識が強い年でそれが。 待たななくてもいいような戦法逃げとか先行の時にも変に溜めちゃったりだとかする時なんかもあってその辺使い分けがまだ上手じゃないんですよねなので悪い方に転んだ時には迷いある騎乗で横山武史騎が中途半端なことをしたなっていうふうになることが多いんでそのパターンにはまらないかっていう心配はありますね。トレミニ,ョン,トレミニョンは今回唯一面白い存在ですね。化けるる。可能性がある ただ逆に言うと、まあ、現段階では未知の魅力としか言えなくて、まあ、やっぱり全然ダメだったかっていう風になる可能性もありますんでその辺のギャンブル性の高さはありますねこの馬角がなくて430キロぐらいで、まあ、基本的に馬角があった方が競馬はいいんですが、まあ、ただ短距離だと短距離の場合だと430キロぐらいだとしんどくなっていくんですが中距離の場合だと別に4 0 0キロ 3,40キロとかでも G1 クラスになる可能性、まあ、G1 まで行かなくても重症クラスになる馬はいっぱいいますんで、まあ、そこまで馬格に関しては問題ないかなと思いますし、まあ、前走新馬戦の時に中途半端な後位の馬群の中から抜け出すような競馬したんですよね基本的に新馬戦の時ってあんまり馬群の中入れない方が良くて外回った方がいいぐらいなんですが まあその中で全然馬群も問題なく反応よく競馬したっていうところをここ高く評価できますしあとはそうですねちょっと内に入ったんですがまあ内の入り方に関しても多少強引というかそこまで有利な内つきというわけではなかったのでまあとにかく新馬戦の内容としてはある程度前面につけれてさらに馬群の中で我慢できて直線も行きたい時にスッと抜ける。 鋭い足を使えたっていうことまあ、結構なレース内容ではあるんですよねでこの馬ですねなんかちょっと雰囲気的にステイゴールドに似てるようなところがあってステイゴールドってこういうタイプだったんですよねなのでもし気象面がですねいい方向に向けばもしかしたら結構重傷でも活躍するレベルになる可能性もあり得るかなと思いますけれども逆に言うと崩れ始めると どううかなっていうやっぱ馬鹿食はないとそういう心配もありますし今回馬場が荒れててあとは中距離でスピードのある馬とかもいますんで勝負どころからついていてけなくななったりだとかパワー負けすするる可能性があるんですよねなのでもっと綺麗な馬場でこれぐらいの距離で右回り使えたらかなり期待ができたんですけれどももしかしたらこの荒れた馬場渋った馬場でこのメンバーちょっとレースの質が合わなくて。 負け方によってはガクンと調子崩したりする可能性もありますんで気持ち切れる可能性もありますんでその辺の心配はあるんですがまあでも結構未知の魅力があるというかウール・ディボヌールウール・ディボヌールはですね前走新馬戦きつい競馬してるんですよね。一旦逃げたんですがまあちょっとドスローンになりすぎたというか、まあ、向こう上面で川田騎手がペースを上げようと思って仕掛けたんですが。 馬が進んんででいかなかなったんですよね、まあ。多分初めての競馬で戸惑ってそれで前に馬がいないんで進んでいかないような感じになったとは思うんですが、まあ、その向こう正面で他の馬たちにまくられて前に入られてで、まあ、そこで仕掛けたらやっぱり馬がいるんで調教、まあ、と同じようにある程度ついていった、あのー、結構挟まれるような感じになってたんで。 あ、あいうポジションきついんですが、まあでも新馬戦ですんで、嫌気さすこともなく、調教と同じような感じで対応できたかなっていうところがあります。で、まあ、勝負どころからは早め戦闘せざるを得ないようなポジションにいたんですが。まあ、ちょっときつかったはきつかったですし、外から被されたんで、普通あれだと外の馬が勝つことが多いんですが。でも川田騎手でもありましたし、あとは。 やっぱり新馬戦ですんで調教と同じように差し返すような競馬しやすいようなところもありますんでまあとにかく新馬戦に関してはいいところと悪いところが極端にあったなっていうようなレース内容ではあったんですがまあただ一回使ったことによって反応とかが良くなるだとかそういうふうにポジティブに考えられれば今回は上昇してるっていうふうに捉えてもいいとは思うんですが追い切り映像芝コースで同じ厩舎のガイアメンテと合わせ馬したんですが。 あんまり余裕がない動きなんですよね。まあ、ちょっとふわふわしたりだとか。そういった意味でまだ余裕はあるんだけれども、動きがそんなに良くないっていうような程度だったらいいんですが。まあ、体の動きなんか見てたら、あれ以上の動きがそんなにはできないっていうような動きなんですよね。で、まあ、と馬体は整って、前走よりかは希少面に関してもちょっと使ったことによってピリッとはするとは思うんですが、まあ、ただそのやっぱり。 動きとか能力に余裕がないっていうところで、勝負どころからついていけるかどうかわからないんですよね。まあ、ただ、やっぱりその辺に関してはルメール騎手だとごまかせる可能性があるということと、まあ、今回自滅しそうな馬も結構多いわけで、前走に逃げてたような馬なんかは、今回競馬できるかどうかわからないとか、そう考えると。 ルルメール騎手たりが下げてそれで勝負どころから外の方からスッと伸ばして他の馬たちが止まってくれたから差し込んでこれたねっていうようなレース内容になる可能性はあるっちゃあるんですよね。まあ、なので基本的には手広くだったら抑えた方がいいですし勝った方がいいとは思うんですがまあでも結局はその一番人気のイアメンテとかもしくはセットアップもそれなりに人気してる中で。 この辺3点も4点も買うとかそういうようなことってバカバカしいっていうのもありますんでギャンブルルームギャンブルルームの新馬線はハマったところもあるっちゃあるんですよね。まあ結構ああいうふうにちょっとうちが荒れてきたなっていう時に他の馬たちが馬場の真ん中ところを持ち出してそれで最内うちから追い込むとかそういうような形が 結構半身の外回りあるんですよねそのパターンにはまったっていうところもあるっちゃあるんですが、まあ、それでもギャンブルルーム自体はかなりいい足使ってましたし最後までしっかりと伸びてたんでその辺は評価できるんですが、まあ、ただやっぱその点に関しても新馬線だからっっていうところもあるっちゃあるるちゃんですよね、まあ、やっぱり新馬線は余裕があってタメが効きやすくて良い意味で勝手に加減して走るんで長く足も使いやすいっていうところもあるんですよね。 なのでああいうような一発騎乗でスムーズに加速できたらそのままぐいぐい伸びてっていうようなあれぐらいの競馬するような馬結構多いんですよね。ですから今回ちょっと心配なのは前走使った後に変に作りすぎてないかっていうやっぱ2戦目の怖さあとは追い切りを見た感じだと少しスピードをつけようとしたのかなっていうようなちょっとスピード寄りの馬体と動きになってて,てで変に少しまとまっちゃったなっていうところがあるんですよね。 ななのので多分前走ほどの瞬発力はいいと思いますただその代わりに少しスピードと器用さは増したかなっていうところがあるんでその辺である程度ごまかしが効くんであったら、まあ、他が止まってくれれば差し追い込み馬なんでじりじり伸びてとかそういう可能性はあるかなとは思うんですけれどもまあでもガヤメンテと比べるとガヤメンテなんかは例えば早めに外回って自分から動くっていうような競馬しやすい馬でもありますんでそれに対してギャンブルルームは 初戦直,しし、ね、直線一気でしかないのでまあやっぱり自分から動けるような競馬ができるかとかそれであの今回も長い足が使えるかどうかとか反応するかどうかとかその辺の不安はありますんでやっぱりあの名前の通りジャンブル性が高いいっていうところは今回あるかなと思います、ねまあ,あの有力視はしてるんですけれども買う価値があるかというと僕はそこまで 買いたいいたななとは思わないですねパワーホールパワーホールはまあ良い意味で困窮者らしいというか根張教師結構目利きなんで形のいい馬瞬発力がつくような馬そういうような馬を入球させること多いかなと思うんですけれどもでそうですね馬の形とか結構くっきりとしててある程度。 ためも聞きそうな言い,い話題してるんですがまあただ前走新馬戦で逃げてっていうようなレース対応で正直言ってこのタイプの困窮者の馬に関しては逃げずに次に繋がるような追い込むような競馬した方が成長を促せたかなっていうふうに思うところがあるんですよねやっぱり逃げて危険で逃げたことによって馬がワンペースになったりだとか バタイのバランスが崩れたりフォームのバランスが崩れたりっていうことが結構あるんで、まあ、基本的に逃げとかあとかあはは強引な正攻法なな法競馬っていいうのは次に繋がらないことも結構多いんですよねでこのパワーホールに関しては新馬戦の時はやっぱ新馬戦らしい余裕があって良い意味での重厚感があってその分溜めも効きやすくて逃げても直線突き放すような足,足があったんですけれども、まあ、ただ このタイプは使ったらちょっと使いべりに近いというか変に馬が軽くなる可能性もあってで今回追い切りを見た感じだと追い切り見てもらえればわかるんですがまあ、ちょっとところどころ馬が苦しくなるような感じで体が伸びちゃうようなところがありますよねあれっていうのはやっぱり体幹を安定させるだけの力がついてないんで馬って苦しくなると体が伸びちゃったりするときがある まあ体が伸びているというよりかはつまずいたように見えるところがありますよね。あれっていうのはやっぱりちょっと苦しくなっている部分だとかあとは馬体とフォームのバランスが崩れているっていうところがあってまだしっかりとしてない証拠でもあるっちゃあるのでまあ多分このパワーホール指す競馬追い込む競馬も今後はできるとは思うんで今回いきなりそういうような競馬に対応できれば。 もしかしたらハマる可能性はあるっちゃあるんですがまあちょっとやっぱりその前走ぐらい余裕があればまだ期待しやすかったんですがこの2戦目の難しさっていうところが出やすいタイプなんじゃないかなっていうふうに現時点では思っててさらに馬場が渋って荒れてそこそこスピードのある馬たちがいてその馬たちの競馬に勝負どころから対応できるかっていうような不安があるかなっていうところはありますね。まあ、もちろんパドックを見たら 全然違ったっていうような感じで評価上げる可能性もある馬なんですがガイアメンテガイアメンテは、まあ、この馬もやっぱ2戦目の怖さはあって馬が軽くなりすぎたりあとは馬体的なバランスが崩れて、まあ、その辺で勝負どころからあれっていうような競馬になる可能性もなくはないじゃないんですがまあ追い切りを見た時点では追い切りの時点では問題ないかなとは思いますね。でまあそうですね やっぱたたきしましたんで多分このタイプに関してはレース内容は良くなるとは思いますちょっと新馬戦に関しては早めに2番手に上がってったんでもうあの2番手って競馬しやすいんで、まあ、すごく楽な競馬してたんでそういう意味では内容としてはそんなには高く評価できないんでもし新馬戦の時に後ろの方から45番手とか外回ってとか競馬してたらあとはごちゃごちゃしたところに入ってたら。 勝てなかっった可能性もあるっちゃあるんで,すが、まあ、でも新馬戦としてはストレスの低い形で乗りやすい2番手から競馬してっていうような形でまああれで勝ったことによって、まあ、競馬を覚えたことによって前進できるかなと思いますんで多分今回の方がレース内容としてはよくはなるかなっていうところはあります。で動きとしては追い切りはあのー、まあそうですね一応合わせ馬なんですが余裕はあるんですよね。で最後 直線半ば以降に追った時に一瞬いい伸びをしましたんで、まああいう伸びもできるということで、まあ、多分ためたらためたで瞬発力もある程度あるかなと思いますし何よりも自分から動いて外回って早めに競馬できる、まあ、今うちの方が荒れてきてて外回れる馬っていうのは乗りやすくなってますんでそういった意味では竹豊騎手ということを考えると基本的には乗りやすいかなとは思うんですが、まあ、ただ最初にも言った通りその。 前がばらけてて縦長になっててその中でガヤメンテが後方で馬群の中入ったり馬群のところで外回って変な中途半端な競馬すると不利になりますんでまあなるべく前がばらけてたらなるべく前に出しちゃって逃げ馬とか先行馬を目標に早めっていうような競馬した方がいいかなと思いますしまあそういうような競馬すれば基本的には馬券圏外に飛ぶ可能性は低いかなと見てますね。もちろろんん歳馬でまだ分かんないところがあったり パドック見てみたら状態が落ちている可能性もあるっちゃあるんですけれども、まあ、今回に関してはあのー、基本竹豊騎手は心配してないんですが、まあ、札幌記念でああいうとんでもないミスをしたっていうのもありますんで、まあ、同じように竹豊騎手がまたとんでもないミスをした場合だと飛ぶ可能性はあるかなっていうところですね。ロジルーラーロジジルルーラー。ラララは前走新馬戦パドックの時点でもちょっとと、ま、バランスとか、 しっかりしてないパンとしてないガタガタしたような感じの馬だなと感じてましたんでまあただ戸崎騎手が外回りながら動いたそれがうまくいったような感じでもありましたし、まあ、戸崎騎手なんである程度技術的なレベルが高いんで、まあ、相手関係的にもその外からの動きがはまったような感じがあったんでマイペースである程度競馬できたっていうのが大きかったと思いますね。まあ、ただ やっぱりその反応とか道中の安定感とかに関しては新馬戦全然良くなかったんでそこからレベルが上がってればいいんですがまあ今回も大きくは変わってないなっていうところでまだちょっとその腰がついていかない感じというかルーラーシップ3区にはちょっと馬体がゆったりしすぎててそれを。 キープするほどの脚力がない馬がたまにいるんですが、まあ、そういうような状態に近くてまだ脚力とかあとは他の部分パンとした部分が足りないっていうところがあるかなと思いますんでちょっと菅原明騎手ではしんどいんじゃないかな反応しない可能性もあるかなと思うんですが、まあ、でも他の馬たちも自滅しそうな馬いっぱいいますんでその中でもしかしたら思い切った騎乗でなだれ込みみたいなまっくるような競馬がはまればもしかしたら。 馬券になる可能性はなくはないじゃないんですが、まあ、基本的には今回のメンバーで一番しんどい馬の一頭かなと思いますね。以上です失礼します。